DJ 太郎がお届けしております J-WAVE HELLO WORLD。 今夜は番組が自信を持ってお届けする人気企画 J-WAVE SESSION。 今回スタジオライブをお届けするのは第51弾アーティスト。ギターを片手に全国各地を旅しながら、なんと年間200本を超えるライブを行っております、シンガーソングライターのたるき栄一郎さん。そんなたるきさんは先月3月14日に東京両国国技館で開催されました東京ギタージャンボリーにシークレットアクトとして出演し、そこで披露した弾き語りが、あの人一体誰なのと非常に話題となっております。今夜のライブの模様は J-WAVE はもちろん YouTube ライブ J-WAVE ハローワールドのチャンネルでも映像で完全生配信です。ライブのオーディエンスはラジオの前の皆さんです。ぜひ皆さん感じたこと、思ったこと、いいねと、ハッシュタグ HW813 つぶやいてください。それでは行きましょう。たるき栄一郎さんの J-WAVE セッション第1部開演です。
けてまたもつれて、いつの間にか肩結び、あちらこちらと気は散るが、僕を許せばそれだけでいい、君を許せばそれだけでいい、明日晴れればそれだけでいい。どうもこんばんは、たるけいちろうです。 J-WAVE セッション、2回目の登場ということで、今日も、お招きいただきまして嬉しく思っております。流しに来たような感覚で今日も、たっぷりと聞いていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。1曲目、絵の具の涙という僕のオリジナルの曲をお届けしました。次の曲も僕の曲です。パレットセレナーデ。形を変えて
膨らんだ弾けて降り注ぐそれは鈍色の夢の果て。僕の麗しの日々は実るほどに形を変えて膨らんだ乾いた喉を潤した琥珀色のセレナーデ。
息継ぎはどうした、涙で滲んだ、それらはパッパッパ、屋根まで飛んだ、すべてを解き放て、鮮やかな声、息継ぎはどうした、涙で滲んだ、いきなりパッパッパ、空へ消えた、フライフライフライ、歌えばや、踊ればや、新しい曲です。ウグイスという曲を、お届けしました。あと1曲ほどですね、僕の曲聴、いていただきたいと思います。群青さんから、数えてみた、そしたら気分が良くなった、何でもないとこにある幸せなんてそんなもんだろう、涙を飲み干す暇はない、くっきり足跡残したら、一段飛ばしで駆け上がる夢を見たんだ、明け方に。 Every day Sunday morning I believe Goodbye blue days、 くだらない日々に彩りを、僕は空色、君は瑠璃色、溶け合って虹の架け橋が、白とか黒とかやかまし、紫焦げ茶でいいんです、マーブル模様にときめきを、一つ一つに輝きを、紫焦げ茶でいいんです、マーブル模様にときめきを、一つ一つに輝きを、明日の君へ、また
叩きを。ありがとうございます。すいません。はい、わかりました。すみません、ありがとうございます。限界ですけど、限界です本当に。すみません。DJ 太郎がお届けです。J-Wave Hello World。今夜は J-Wave Session Volume 51。シンガーソングライター、たるき栄一郎さんのスタジオライブ第1部、まずはお届けいたしました。この後もね、第2部が11時過ぎぐらいにスタートします。まあ、たるき栄一郎さんとこの番組、Hello World の出会いは今から2年前になるんですかね。東日本大震災から2年の3月11日に放送されました J-Wave Session。311被災地の現状を取材したジェイブから樽木栄一郎さんの生ライブを当時お届けいたしました。なので年ぶり久しぶりというところですけど、その後もですね、樽木栄一郎さんはギターを片手に全国各地に旅をしながら、まあ、年間でですね200本を超えるライブを行っております。2日に1回はライブやってる計算になりますよね。そんな樽木さんにこの番組のジェネラルプロデューサーでもあります東京ギタージャンボリーの総合プロデューサー、まあ、僕ら神って呼んでますけどね、広坂プロデューサーシークレットアクトとして、出演することをオファーいたします。でオファーを受けたたるきさんはツイッターでこんなツイートを残しています。旅芸人がどえらい大舞台に放り込まれる運びとなりました。3月14日土曜日東京両国国技館東京ギタージャンボリーシークレットアクトとしてメインアクトのステージの合間16時から16時15分で歌わせていただきますと。まあ、この東京ギタージャンボリーはですね、7時間に及ぶライブで前半と後半の合間の30分の休憩時間が設けられているんですが、まあ、基本ここはみんなトイレとかね食事に行く時間なんですよね。でまあシークレットアクトなので誰もこの時間のアーティストがこう出て演奏するなんてことは当然知らないわけで、会場のアナウンスもなくざわざわした会場の中に、まあ、1人登場したたるきさん。静かに始まった彼の弾き語りにみんなの耳はこう奪われていくわけなんですね。当日たるきさんのライブを見た皆さんからのツイートをご紹介しましょう。3月14日東京両国国技館東京ギタージャンボリー、一瞬にして観客の心をつかんだたるき栄一郎さんの弾き語り、まるで背中に羽が生えたかのように土俵の上で軽やかに舞う歌う姿素晴らしかったです。こんな方。そしてギタージャンボリーの休憩時間にステージで誰か知らん人が歌ってた。ん？何？誰？耳が反応めっちゃ聞き入ってしまった。いいですね。誰とかそういうことじゃなくてこう入ってきた音にこう思わず耳を奪われるとこういうことですね。たるき栄一郎さんっていう人らしい。会場に響き渡る歌声、大御所揃いの中でも存在感を放ってた。こんなツイート。そして
たるき栄一郎さんという人、一部と二部の間の転換に3曲ほどだったけど感激でした。ギタージャンボリー、それにしてもたるき栄一郎さんがよかった、 CD 買おう、魂持ってかれたっていう方だったりとか、はい、たるき栄一郎さんめっちゃ余韻がね、いろんなツイートあります。もう一ついきましょう。ギタージャンボリー休憩中のゲスト、たるき栄一郎は恐るべきダークホースと、はい、いろいろ皆さんのその時のね気持ちがこうやってツイートに残っております。休憩中にたるきさんの声が聞こえると思ってびっくり、慌てて席に戻りましたよっていうね、まあ、休憩かと思ったんですけど、まだライブは続いてたというところなんですけど、でこのあと皆さん11時台に、前半です、もうあと10分ぐらいですかね、たるき栄一郎さんスタジオライブ第2部お届けします。周りの皆さんにもぜひツイッターで教えてあげてください。ライブを皆さんが聞いて感じたことはハッシュタグ HW813、引き続き、つぶやいていただければと思います。お待ちしております。